続いては誘惑フライデーのちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回は佐伯市の構えでいろんな海の魅力を感じてきました。本当に綺麗な海、豊かな海、そして美味しいものもあるんですよね。あのテレビ大分でもですね、はい、7月から豊かな海を次の世代に伝えていく、海と日本プロジェクト in 大分県に取り組んでいますが、やっぱり構えといえば海ですよね。そうなんですよ。今回お邪魔しまして、何より構えの皆さんが地元の海を愛しているという気持ちを一番感じましたね。今回私も初めて見る海の美しさだったり、また釜江の海の魅力発見しました。こちらをご覧ください。まずやってきたのは大分県マリンカルチャーセンター。遊んで学んで宿泊もできちゃう人気スポットなんですが、中でもここでぜひ体験してほしいのがこちら、マリンコーラル号です。マリンカルチャーセンターを出発して沖の深島まで往復およそ1時間のクルージングを楽しむことができます。1日3回いやー、海の上気持ちいいね。船旅出発したマリンカルチャーセンターがどん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 遠くになります。およそ30分で深島に到着するそうなんです。初めてのサンゴ礁そう、マリンコーラル号では海中のサンゴ礁を観察できるんです。大分県でサンゴ礁を見られるなんて私知りませんでした。楽しみです。地元のサンゴ礁って見る機会ないよ。さあ、船が止まりましたけど、この場所にサンゴ礁がいる、見られる。そうですね、はい。ここ深さがだいたい今2メーターちょっとですね。で、浅いところに、緑石、テーブルサンゴ、石サンゴといったようなサンゴ礁を作る増礁サンゴっていうのが見ることができます。で、他にもサンゴの周りとか下とか岩の垂れ目なんかよく見てますと、青い小さいトラスズメダイとか、あとは平べったい形の長鳥魚なんかが、まあ、1年を通して見ることができます。こうサンゴ礁と聞くと大分よりももっともっとこう南国の海で見られるイメージがあったんですけど。そうですね、この辺りっていうのが黒潮っていう大きい潮の流れの、まあ、本流はなかなか来ることはないんですが、枝分かれした支流がここ深島の周りとか屋形島までやってきてます。それで他のところよりもかなり水温が暖かいんですね。で、黒潮の流れが来るんで水もきれい で、まあ、浅いところなんで太陽の光もよく当たるということで、こういったサンゴが、よく見ることができます。いろんな条件が重なってここ釜江でもサンゴ礁を見ることができるんですね。もうこれもじゃあ釜江の宝ですね。そうですね、はい。なかなかこう大分県に住んでいても来る機会がないなっていう方もね、多いと思います。もうぜひ釜江までお越しになっていただきたいと思います。本当に同じ県内なのに旅気分でちょっとこうリゾート地に来たような気分にも、そうですね、やっぱ暖かいですね、うん、この夏のキラキラ光る海を見ながら風を感じて、でまた覗いて、いいですね。ずっとずっと大切にしたいですね。そうですね、はい。まだ見たことがないという方はぜひ一度ご覧ください。自由研究にも良くない？そうですね、 いいですね。さて、釜江の海の素晴らしさを目で楽しんだ後はお腹を満足させてあげましょう。やってきたのは道の駅釜江です。釜江のお魚楽しみにしてました。はい、こちら道の駅釜江の海鮮丼ですね。はい、そうです。やっぱりここ釜江にお魚を食べるぞと来られる方が多いんですかね。やっぱりお魚ですね。釜江といえば中でも海鮮丼は、海鮮丼がまあ一番人気です。へー、こちらがその海鮮丼。今日これを食べてほしいっていうのはどちらでしょう。やっぱり今が旬のカンパチと釜江の平木ですね。平木貝気になります。じゃあこのまず平木貝から
ただきますね。へえ。いただきます。食べたことない。シャキシャキっていう食感がありますね。結構歯ごたえがいいんで。だんだんじゅわっと旨味が出てきて、そうですね、柔らかくなります。美味しい。最近は取れる量も少なくなったと言われるタイラギ、結構な高級品なんだそうです。食べてみたい。続いてカンパチいただきます。脂がしっかり乗ってますね。こちらも結構歯ごたえもあって、もうさっき締めて切って乗せてますって。ピチピチです。何よりもピチピチです。わあ、そっか。本当にこちらお店から、ね、すぐ港が、漁港が見えますけど、もう当然のごとく直送ということになるんですかね。数分で来ますね。そうですよね。これは鮮度には間違いがないですね。港に一番近い厨房じゃない。確かに確かに。すぐ目の前で水揚げされてますから、鮮度が命の魚を一番いい状態でいただけるんです。でもそれだけじゃありません。釜江が海の幸に恵まれているのは、ここの地形にも理由があるんです。リアス式海岸なんで、栄養が相当あるんですよ。山の恵みと海の恵みとですね、ガッときて。わあ、じゃあ海の恵みだけじゃなくて、こういった囲まれた自然すべてが、そうですね、美味しいお魚を育ててくれてるんですね。そうです。わあ、釜江で生まれ育って30年、貝原さんにとっての海とは。海はもう僕らの誇りですね、釜江の。もうね、こうやって時が流れても海は変わらずあってくれて、美味しい魚も取れていいですね。変わらないものがあるっていうのは。そうですね。道の駅釜江では夏休み期間中、このように海の生き物と触れ合うことができるんです。ちょっぴり難易度高めかな。でも子供たちは大喜びだと思いますよ。さて、せっかくですから釜江浦にあるお魚屋さんにも寄ってみました。私どうしても食べたいものがありまして、釜江といえばやっぱり釣り身の天ぷらですよね。美味しいですよね。こんにちは。いらっしゃい。今日は釣り身の天ぷらをいただけるということで来たんですけど、はい、釜江特産の天ぷらを、この場所でいつも作られてるんですか。そうです。裏で練るところがありまして、製造するところがありまして作ります。そのすり身の天ぷら、いつも私綺麗なね、狐色に、まあ、揚げたものをいただくんですけど、はい、どうやって作ってるんでしょう。エソっていう魚をおばちゃんたちが頭を取って、三枚おろしにして身を取って、それをミンチにかけて練るんですよ。卵とか砂糖とか塩とか入れて、それで出来上がったのが生のすり身なんです。こちらですか。そうです。わあ、これがじゃあまだ揚げる前の、揚げる前、丸めた後の製品がすり身です。これを揚げるとすり身の天ぷらになります。わあ、お母さん食べたいです。あ、じゃあ揚げましょう。いいですか。油で揚げてきます。わあ、お願いします。早速揚げていただくことに。あー、美味しそう。揚げたていいですね。もうこれは今ほかほかの湯気湯気で、ね、私の力じゃ伝えきれないかもしれないけど、かなりの熱々、揚げたてもう数秒ですからね。今数秒です。美味しいですよ。でも一番美味しい時ですね。口開けない、やけどしないように。カリカリして美味しいでしょ。美味しい。プリプリして、この弾力と柔らかさと甘みと、いいですね。塩の感じがね、香りも一気に口の中で、海の中の香りがふわっと口からふわっときましたよ。
に甘みがあって、そうですね、うん、すごい美味しい。釜石のソウルフード、すり身の天ぷらは昔からずっと愛されてきたんですよ。昔はね、お肉がなかったから、釜石って魚いっぱい取れるでしょ。だからカレーにも天ぷらカレーって言って、お肉の代わりに天ぷら入れてたんですよ。だから身近にもう天ぷらっていうのは、すり身っていうのは、いつもあのこう食卓を潤したものなんですよ。昔も今も釜石の人が愛してやまないすり身の天ぷら、海の恵み豊かな釜石ならではの味をぜひ楽しんでください。食べたかったな。美味しそう。ぜひ釜石に行ってください。現地でね。はい、いやでも本当にあの釜石美味しいお魚がたくさん取れて、お刺身や焼き魚、煮魚はもちろんなんですけれども、必ず食卓にこのすり身の天ぷらがあるそうなんです。カレーだったりお味噌汁にもね入れたりするんだそうですよ。はい、またねこの生のすり身というのは、まあ、揚げる以外にもお鍋のねすり身のにしたり、つみれにして食べても美味しそうなんです。こちら若宮鮮魚店、お電話すれば揚げてくれたり生のもの用意してくださるそうです。ぜひ行ってみてください。美味しそう。そして海鮮丼いただきましたよ、うん、もうすぐ目の前が漁港直送、もう鮮度バッチリでしたね。そうですね、うん、海の幸とってもね美味しくいただくことができますし、また釜石のお土産が売っていたり、タッチプールもあるのでね、うん、ドライブ中休憩にも寄ってみたらいかがでしょうか。港に一番近い厨房、確かにそうなんです。行ってみてください。そしてサンゴ礁見てきましたよ。いいまずこうマリンコーラル号という船に乗るだけでもちょっとこう非現実感があって、うん、ワクワクしますよね。はい、旅感があるんですよね。でやっぱりもう条件が整っていて、暖かい海だから見られるサンゴ礁綺麗でした。自分もなんだか海の中に潜ったようなね気分を味わうことができましたよ。ね、自由研究にしたらいいと思いますよ。本当に、ね、黒潮の支流が流れてねってあの取材したことをまとめればいいんです。そうですね、子どもたち今一つ宿題が終わりましたね。そしてあのこちらマリンゴラルコーラル号に乗った方なんですけれども、この夏休み期間中8月31日まではお食事をすると海鮮丼がお得に食べられるそうなんです。マリンカルチャーの海鮮丼が、そうなんです。ぜひ一緒にね楽しんでみてください。それでは今日私が巡ってきました佐伯市釜石場所のおさらいです。東九州自動車道釜石インターチェンジから車で5分ほど道の駅釜石があります。またこちらから海の方に行きますと、釜石の中心街に若宮鮮魚店があるんです。そしてマリンカルチャーセンターはこちらです。元猿海水浴場の先にあります。ここからマリンコーラル号が出ていて、屋形島だったりサンゴ礁を見ることができる深島へ行くことができます。ぜひ皆さんこの夏休みを利用して豊かな海体感してみてください。以上、誘惑フライデーでした。